はい、どうも、うずです。今回はカメラちょっとここに置きっぱなしなんですけれども、カメラの話ではありません。ゲームの話です。そのゲームというのも、こちらです。今回2回目です。エースコンバット7、スカイズ・アンノン。こちらの感想を追加で行いたいと思います。前回上げた動画は、このゲームをプレイしてすぐにお話した感想動画だったので、しばらくって言ってもまだミッション7でね、手こずってる状態なので全然前半だと思うんですけれども、マルチモードなどもプレイしたので、その感想も含めてお話したいと思います。まずは多くの方が散々言っておられる難易度。辛いね。辛いですよ。いやー大変です。私自身今ミッション7で2回トライしてダメだったんですけど、次3回目挑もうと思うんですけれども、もうミッション5の時点から2回ずつかな ?2 回ずつトライしてクリアして、ミッション7で今詰まって、まあ、要は、一つのミッション、まあ、最終的に何個ミッションがあるのかまだわかんないんですけど、私は。この前半だと思われるこの時点で、同じステージを何度も繰り返し遊ばなきゃならない。それがイージーモードだという。そういった難易度でございます。まあ、プレイ動画の方はゲームチャンネルの方に上げてるので、そんな難しいのって思われる方は、それを覗いていただければ、どんな感じかがわかると思います。実際難しいと思います。エースコンバットプレイのベテランの方も結構難しいって言ってる方が前回コメントくださったりしてたので、これまあ間違いないかなと思うんですけれども。なんだろうね、Amazon のレビュー見てるときに、なんかね、一人の方がね、なんか僕は大してプレイ上手くないんですけど、そんなこのゲーム難しいかな、あっさり最後までクリアしちゃったけどっていうコメントがあったんですが、なあ、お前さ、いつもさ、テスト前って勉強してんだろ？俺勉強なんて全然してないっすっていう人が、100点取っちゃうような感じのイメージでいいでしょうか。あれもね、ちょっと捉え方が違うんだけどね。実際ね、大人になってみるとね。まあでもね、一般的な考え方で難しいと思いますよ、エースコンバット7。難しい。ただ、その難易度難しいんですけど、何度も何度もトライしてるとクリアできるなっていう調整をされてるところは素晴らしいと思います。ミッション7も今詰まってますけど、多分もう1回2回行けばクリアできるのかなっていうね、そういうちょっと印象はあります。まあいけそうだなっていう。で、難しい分、やっぱりそのミッション1個クリアすると、そのミッションがすごい印象に残りますし、クリアした時に、よっしゃみたいな、ちょっと声が出ちゃうような、達成感も得られますので、これはすごい、これでいいんじゃないかなって、思いました。で、ストーリーの方に関しては、だんだんちょっと盛り上がってきて、まあ、登場人物もなんとなく分かってきたので、主人公の立場も、すごい楽しめてきていて、先が気になるようになってきたんですが、ただ、やっぱりキャラクターに関しては、前作なんですかね、その5とか4とかそのあたりかなを知ってる方はより楽しめるっていうのもなんとなく分かった感じがするので、まあ同梱で一緒に入ってた5の方はちゃんとプレイしようかなと思います。そっち先の方が本当はいいんかもね。っていう形でストーリーもなかなか面白くなってきました。まあ最後までいかないと分かんないけどね。で、音楽に関してはまあ全部まだ聞いてはいませんけれども、やはりなんだろう、かっこいい曲もね、ところどころにあって、まあ盛り上がるのとはまた別なんですけど、ちょっといいなっていう曲はやはりありますね。ただそんなに派手にならないような感じの曲調っていうのはシリーズを通してなんですかね。ちょっと落ち着いた感じの音楽が多く感じます。で、マルチプレイの方もプレイしてみまして、で、マルチプレイ面白いですね、やっぱりね。よくできてますよね。なんか最初に皆さんが使ってる機体の、そのカスタムされたもの、まあ、お気に入りの機体でしょうね、きっとね。見せる形になって、その後は8人とか、まあ、少なければ4人とかで、まあ、ドッグファイトを繰り広げるわけなんですが、やっぱり上手いプレイヤーと、まあ、そうでもないプレイヤーの差がすごいはっきり出て、まあ、上手い人はガンガンその後ろをつけて、ロックオンしてミサイル発射して、で、下手な人は横っちょからミサイル出しちゃったり、正面からなんとかならないかなと思っちゃうんですけど、まあ、それでもある程度楽しめるように、下手な人でも楽しめるように作られてると思います。私自身はバトルロイヤルモードしかまだやってないんですけど、みんながこう入り乱れて戦ってるし、ポイント数を稼いでる人には星マークがね、ついてくんですけど、ターゲットになりやすいっていうのもよくわかりましたので、いいバランス調整されてるなと思いました。で、マルチやってると、本編でね、結構必要な、その、ポイントですよね。機体を解放したり、武器や、パーツを解放するポイントがどんどん溜まっていくので、マルチをやる意味がすごいありますし、マルチはマルチ自体で、そのランキングが上がってくって制度もありますから、まあ、ちょこっとずつでもやっぱりランキングが上がってくと楽しいですし、非常にやりがいを感じます。ただマルチモードに関しては、プレイヤー人口が減って人がいなくならない限りは長く遊べるモードなんかなっていう感じはしました。うん。なんかたまにやっぱり飛ばしたくなっちゃうでしょうね。これだけ完成度高いと。飛ばしてることと戦うってことに関しても。
で、私自身羽田空港とかでね、飛行機を写真で撮ったりするので、ちょっと飛行機に興味が出てきたところもあったんですが、戦闘機は全く知らなくて、ただエースコンバット7の影響で、この間ちょっと本を、戦闘機の歴史的な本と、あとは F-35 の、なんだ、専門本、専用本を読んでみたら、まあ、なかなかね、面白かったです。ゲームでも登場してる最強機体の一つの、F-22A でしたっけ？ラプター。あれが比較的古い機体なのに、その後に出た F-35 シリーズより、ゲーム内では強いという形で位置づけされてるんですが、それがどうしてそういう理由なのかっていうのも本人も結構いろいろ書いてありまして、全部が優れてるわけじゃないんですけど、そのステルス性能だったり、まあ、その燃料とかね、そういった機体、武器を積める量だったりとか、そういうのトータル的なところで、F-22 ラプターの方が優れてるっていう形に位置づけられたんだなっていう、そういうのが分かったり、なかなか面白いですね戦闘機今ね、第5世代戦闘機になってるらしいです。第6とかに行くのかな、この後で。そうゲームの話なんですけれども、こちらフィールドがすごいリアルに作られていて、雲もリアルですしね、そう、飛ばしてること自体がすごい楽しいですから、まあ、それのおかげで何度もプレイしても苦痛にならないっていうのもあるかもしれないです。本当に飛ばしてるだけでも楽しい。まあ激突とかすごいしちゃうんですけど、だそのあたり本当はね、 PSVR を持ってて、それで楽しんで感想言ってくれっていう方もいらっしゃると思うんですが、 PSVR がね、私のなんだろう、家のそばの店とかでね、全然置いてなくて手に入んないんですよ。 Amazon もね、今売り切れですもんね、確かね。なんかすごい4万とか5万とかでしたっけ、なんか高い金額のやつがなんか置いてあった気がするんですけど、PSVR 使いたいっていうことですよ。まあ、総合的な感想としては1回目に上げた動画と一緒なんですけれども、少しでも興味がある方はぜひプレイしてみることをお勧めします。本当によくできてるゲームだと思います。フライトシューティングゲームね、フライトシューティングゲームとして、フライトシミュレーターとして見たらまたちょっと違った見方になってしまう方がいると思うんですけれども、まあ、ゲーム寄りなフライトシューティングゲームとして考えたら本当によくできてると思います。ドローンね、ドローン好きな人、自分の知り合いとかだったら多いんですけど、ドローン好きな人もぜひ遊んだらいいんじゃないでしょうかちょっとドローンとは違うか、ちょっと違うけどね、でも空っていう共通項目あるからね、機体を飛ばすっていうね、まあ、ドローン好きな女子の方もね、たまに見てくれてますけど、私の動画を、そういった方も PS4 持ってたらぜひプレイしてみると面白いと思います。空を飛んでる爽快感は非常に味わえますので、まあ、リアルなドローンとはちょっと違いますけど、まあ、同じ空を飛ばすという共通項目でおすすめです。こじつけになっちゃうかな。はい、エースコンバット7、今回もちょっと感想の方を話させていただいたんですが、ちょっとね、最後の方までいけるかね、ちょっと心配なんですけれども、もう一回ぐらい、もしかしたら感想動画上げるかもしれません。その時はできれば VR、用意して、その感想も含めて話したいと思うんですけれども、お嫌でなかったらまた次回の動画もご視聴していただけるとありがたいです。普段はカメラやパソコン、各種ガジェット、こういったヘッドホンとか、そういったものをいろいろ紹介する YouTube チャンネルになってますので、もちろんゲームのことも話しますよ。そういったチャンネルになってますので、何かしら話題で好きなものありましたら、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。では、また別の動画で、バイバイ。でもあれですよね、このエースコンバット7遊んだ後に、外とかで雲とか見かけると、すごくちょっとゲームのことを思い出しちゃうんですよね。それぐらいちょっとゲームの世界がリアルだなって感じて。やっぱりいいですよね。なんか雲の上、雲の上っていうか雲の中飛んだりとか。いろいろできるのはすごいいい気がする。よし、ちょっとなんか写真撮ってきますか。